秋田中央道路。秋田中央道路は、秋田県秋田市の国道7号臨海十字路を、起点都市、山王旭北地域から、秋田駅東口を地下トンネルで接続、秋田自動車道、秋田中央インターチェンジを終わりとする、約 8km の地域高規格道路、都市計画道路の路線名である。秋田県道62号秋田北、野田線の一部を構成している。 1994年、平成6年12月16日計画路線に指定され、2007年、平成19年9月15日に暫定に車線で開通した。全線にわたり、無料で通行することができる。秋田中央道路トンネルによって、秋田駅及び秋田市中心市街地を東西に横断する区間は、自動車専用道路で、一般にはこのトンネル区間だけを指して、 秋田中央道路と呼ばれる。旭川、久保田城外堀の河川下を通過するため、危険物積載車は通行できない。各出口から一般道への合流点では、すべて信号機により制御が行われている。中央外区出口の信号は既存の交差点と一体で運用されているが、旭北出口と駅東出口の信号機は、すぐ先にある既存の交差点とは、 独立して運用されている。秋田駅東西間を連絡する道路としては、北側の手形立橋、秋田県道28号秋田岩見船岡線と、南側の秋田地下道、秋田市道川寺高面線、通称、南通りがあったが、慢性的な交通渋滞が以前より問題視されており、渋滞解消、秋田市中心部と秋田自動車道、秋田空港とのアクセス工場、 秋田市中心街の活性化支援の3つを目的として建設された。原ルートの他にも道路効果、鉄道効果、原動拡幅などの案があったが、費用対効果などから地下トンネルのルートを採用することとなった。なお、並行して手形立教の拡幅も行われており、1996年度着工、2019年度完成予定で4。 車線加工事が進められている。計画当初は、山王明北出入口と秋田駅東出入口を、地下道 2.55km で結ぶ上りより、合わせて4車線の道路として、総事業費700億円で整備する予定であった。朝日北出入口からは、大町地下付近で、上り車線と分岐し、広工事の地下を通り、秋田駅の地下付近で再び上り車線と合流し、 駅東出入口と接続。駅東出入口からは、秋田駅の地下付近で折り車線と分岐し、中央通りの地下を通り、大町地下付近で折り車線と、再び合流し朝引北田出入口を結ぶ、上り折り車線それぞれに朝引北、田、出入口、駅東出入口の、約中間地点である、中央外区出入口を設ける。2004年度、平成16年度中に広小路側は、 北側ルートを暫定的に2車線の対面通行で開通させて、中央通り側、南側ルートを2007年、平成19年、秋田和賀子国体までに完成させる計画であった。しかし、事前の地質調査で、整備区間が予想以上に水分を多く含む、軟弱な地盤であることが判明し、秋田駅付近は、旧地名を、奈良山あざ長沼と言い,い、 文字通り沼を埋め立てた土地である、総事業費が当初予定の700億円から、倍以上の1500億円に膨れ上がることになった。膨大な事業費に対する建設反対運動や、秋田県、秋田市の財政状況などから、総事業費700億円で広小路側、北側ルートの、原ルートのみを通る、暫定に車線としての整備が決定した。中央外部は、駅東側からの出口のみとし、 入り口は設置しないことになった。トンネルの掘削は朝日北、出入り口、駅東で入り口、中央外区出口付近は、開作工法、それぞれの出入り口を接続する部分は、地下鉄や東京湾、アクアラインの建設にも使われたシールド工法、シールドマシンアイ、掘り担保ん、直径12.4メートル、総重量2300トンを採用した。2001年度、 平成13年度から本格的に建設が開始され、掘り担保くんは、駅東出入り口から、2005年、平成17年3月15日に朝日、北出入り口を目指して発進。1日平均7メートルの速度で掘り進み、開作工法で、すでに地下空間が確保された、中央外区出口のコンクリートボックス部へ2005年、平成17年11月に到達した。 ここで、堀田んぽくんは、掘削機受け台に乗せられ、掘削機受け台の下に、直径約9センチメートルの鉄球を複数敷き詰めて、コロの原理で、コンクリートボックス内の地下空間を再生端へ移動した。2006年、平成18年6月2日に朝日北で入り口へ、向けて再発進し、2006年、平成18年10月19日に朝日、 北出入り口の仮壁へ到達予定位置より左右に10センチメートルのわずかな誤差が生じた程度の高精度で到達。駅東出入り口を発進してから約1年7ヶ月で1525メートルの屈伸が完了した。トンネル掘削終了後、堀担保くんは胴体の筒の部分をそのままトンネルの壁として残し、コンクリートと耐火板で覆われた。 それ以外の部品は解体された。朝日北出入り口は関東大通りの中央分離帯部分に設けられたが、ここに植えられていた欅は事前に秋田県立中央公園や秋田県立小泉方公園に移植された。2007年平成19年6月、沿線各所で地盤沈下などの影響が発生していることが判明し、県が保障する始末となった。 秋田和菓杉国体に合わせて開催2週間前の2007年平成19年9月15日16時に開通直後から長い渋滞が始まり開通早々20分で交通規制入り口規制が敷かれるほどになった最終的な総事業費は686億円秋田市中心部の交通の流れを大きく変える道路となった計画では 中央通り側、南側ルートも整備し4車線で完成させる予定であったが、当時の秋田県の寺田助白知事は、南側ルートを建設しない方針で今後国と協議を進めることを明らかにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。